JR 東日本は未定としていた来年3月までの1年間の業績予想について最終的な損益が4180億円の赤字になるとの見通しを示しました通期で最終赤字となれば民営化された1987年以降初めてとなります新型コロナウイルスの感染拡大で鉄道の利用客が大幅に減少したほか 駅ビルや売店などの売り上げが落ち込んでいることが要因ですまた JR 西日本も今年度の最終損益が2400億円の赤字となる見通しを示しています